日本旅客鉄道が、山陰本線の米子駅マスダ駅間で運行している快速列車の愛称である。2021年4月2日、現在、米子駅マスダ駅間で上下3本が運転されている。最高速度は、米子出雲市間時速 100km、出雲市マスダ間時速 90km である。2011年3月12日のダイヤ改正まで、 平日朝のマスダ駅一本は、倉吉駅始発で運転されていた。米子駅まで普通列車、米子駅からアクアライナーとなっていたが、このダイヤ改正で前車が、米子駅止め、後車が、米子駅始発になった。米子駅、この間、各駅停車、出雲市駅、小田駅から、多木駅、区手駅、大田市駅、青函駅、から、板ケる駅。 ひとし満員駅、馬路駅から湯駅、湯里駅、湯野津駅、岩見福光駅、あさり駅、郷津駅、角津駅、高志川駅、並子駅、串駅釧路駅、浜田駅、西浜田駅、須布駅、織井駅、三穂三駅、岡見駅、鎌手駅から、岩見津田駅、増田駅、後藤総合車両所に所属する、キハ126系例番台が主に使用されている。ただし、 ごく稀に運用の都合で、キハ126系10番台や、キハ121系機動車を2両に連結した、編成が使用されることがある。2020年3月14日、ダイヤ改正時点で全列車が、全区間で、ワンマン運転である。車掌が乗務することがあるが、あくまで、ワンマン運転のため進行方向から2両目の車両は一部の、駅で、ドアが開かない。 ありがとうございます。